はい、日本健康にすると川崎亮太です。本日も動画をいただきありがとうございます。はい、昨日まで東京に行っててですね、今日、札幌に戻ってきたんですけども、札幌は地震がまたありましたね。結構おっかないんですけども、まあ頑張っていこうかなと思います。はい、前回の動画では、ファスティングでちょっと調子が悪くなってフラフラして倒れちゃった人、倒れるまでいかないですね、すごく体調を崩してしまった方がいましたが、その方はですね、インフルエンザだったみたいです。インフルエンザだったみたいですね。まあ今までタンパク質だったりっていうのが減っていた分、急に減らすことによって、ファスティングによってさらに減らしてしまうことによって免疫力が落ちたせいで、この時期乾燥が増えたりだとか、インフルエンザのウイルスっていうところが繁殖しているこの時期に、さらにそれが追い打ちとなってインフルエンザになってしまったっていう形なのかなと思います。今までの食事だったりっていうところですね、冬に別にファスティングをしていったりっていうのは別に問題ないですが、自分の食事の状態だったりとか体調が崩れている中でやってしまうと、そういったことも起こってしまうので、そこはすごく注意が必要かなと思います。やっぱりちゃんとしたサポートっていうところが重要かなと思いますが、今日はインフルエンザの治し方、についてですね、お話ししていこうと思います。前置きがかなり長くなってしまいましたが、インフルエンザの治し方ですね。インフルエンザだけじゃなくて風邪もそうです。風邪の治し方についても触れていこうと思います。はい、風邪の時ってあなたはどうされますか？体がしんどいと、すぐ楽にしてほしいから病院に行く人とか、インフルエンザかなと思って、まあ、病院に行く人も多いと思うんですけども、私は病院には行きません。病院って、まあ、病院っていうだけなので病人が多いですよね。体がすごく弱ってる時、調子がすごく悪い時に、そんなところに行っても元気になれるはずはないんですね。余計調子は崩してしまいますし、そこで使う体力だったりっていうところも絶対に必要になりますので、そんな時も病院には行かないっていうことですね。インフルエンザだとしても、まあお家でちゃんと休んどけば問題ないです。治し方としては、まずしっかり休息を取ることですね。休む、これがまあ一番です。で、食べないんですね。食べない。今回の方に関してはファスティングとかしてかなり体力が落ちてたりとか免疫が落ちてるのもあったので、少し食事をとっていただくのはいいですけれども、普通の状態でインフルになってしまった時は食事は絶対に取らないってことです。これをすごく勘違いされている方が多いですね。前回もお伝えしたのが結構前になるかと思いますが、食事を取るっていうと消化をするのにエネルギーがすごく使うので、体が免疫ですね、風邪だったりとかインフルエンザと戦うパワーがなくなっちゃいます。なので、食事は取らない、食べないっていうことがすごく大事になります。ライオンがですね、風邪ひいて調子悪い時に、鹿とか追っかけられるかっていう話なんですね。まず無理です。人間だけです。あんな無理しておかゆを食べさせる おばあちゃんとかですね、あんなの言語道断ですね。しっかりこれ食べないっていうことがとっても大事になります。で、今回はこれだけじゃなくて、もう一個ビタミン C の話をしていこうと思います。ビタミン C ですね。ビタミン C、 これを風邪の時はとっても、大量に摂るとすごく状態は良くなっていきます。ビタミン C とかを摂っていく と風邪と戦ってくれるようなものそういったホルモンとかも作られていきますので、このビタミン C っていうのをしっかりといっぱい摂ることですね。100cc の水に、アスパルギル酸、アスコルビン酸ですね、アスコルビン酸だったかな、粉状のものが売ってます。これビタミン C のことです。アスコルビン酸ってこれ調べたら出てくると思います。これを、100cc の水に大体 3g ぐらいでいいです。 3g ぐらい、これを、お水に溶かして、これ粉状のものなので、お水に溶かしてですね、 100cc の水に 3g ぐらいを溶かして、数時間おきに、1とか2時間おきぐらいにしっかりとってください。どれぐらいとるかというと、下痢の手前です。下痢になる手前ぐらいまでいっぱいとってくださって結構です。
これをしっかり取ってあげると下痢の手前ですよ。下痢になっちゃったらあんまり良くないので、まあ多少の下痢なら大丈夫ですけど、下痢になりすぎない程度でしっかり取ること、これがとっても大事になっていきます。ビタミン C を取るとすごく体の治りだったりとか、状態の回復っていうのは早いので、これをぜひ、試してみていただくといいかなと思います。おさらいします。休むこと、食べないこと、そしてビタミン C をしっかり取っていくこと、これをちょっと意識してやってみていただくといいかなと思います。わからないことあればまたご質問いただければと思いますのでお願いいたします。はい、本日は以上です。はい、YouTube をご覧いただきありがとうございました。下の概要欄から LINE アットにご登録いただくと3つプレゼントをお与えさせていただいております。1つ目、初回1980円で、トイの施術を受けられます。1つ目、カウンセリングが無料。3つ目、お得情報っていうところが、あります。あとは私の可愛い息子の写真がたまに送られてくるかもしれません。はい、ぜひ LINE アット、ご登録お願いいたします。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。